でとうございます。明けましておめでとうございます。おめでとうございます。はい、まおまお役ゆうきあおいです。この番組でたくさん楽しんでいってください。よろしくお願いします。かわいい、かわいい、かわいいよ、かわいいよ、まおちゃんかわいいよ、かわいいよ。皆さん明けましておめでとうございます。おめでとうございます。ありがとうございます。すごい返事してくれ。人事役の大塚武雄です。よろしくお願いします。かっこいいよ、かっこいいよ、かわいいよ、かわいい、かっこいいよ、かっこいいよ、ガヤがすごいよっ。あ、どうも。皆さん明けましておめでとうございます。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 若干ね、間が空きましたけど、せっついたみたいですいません。ガオシン役の小西克樹です。よろしくお願いします。かっこいいよ、かっこいいよ、かっこいいよ、かわいいよ。そして、はい、皆さん明けましておめでとうございます。おめでとうございます。おめでとうございます。あ、お正月ですかね。お正月ですよ。はい、シャオラン役の久野美咲です。本日はよろしくお願いします。かわいい、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 かわいいよ。さあ、めでたい空気になっておりますが、おめでとうございます。おめでとうございます。皆さん本日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ、この番組は現在放送中のテレビアニメ薬屋の独り言の第2クールの放送を記念した特番となります。本作の紹介や第1クールでの高級での事件を振り返りつつ、第2クールでの新たな展開についてのお話もご紹介いただきますので、皆さんお楽しみに。